すっぽりと巨大なペットボトルが覆っていました感染予防の効果は定かではありませんが中国のネット上では今マスクを自作する投稿が増えています武漢のある湖北省の保健当局は今日、昨日1日で新たに24人の死亡が確認されたと発表。